Peggy 16.思い描いたのは、今までの表現をさらに発展させた手書き感を追求するために、アナログ水彩画などから取り込める表現がないか探す日々、クオリティを追求し続け、リアリティと世界観とを天秤にかけ見極めていく。それが絵の温かみや線描の柔らかさを作り出し、新しい表現が生まれていく。主人公とプレイヤーが同じように驚き、苦労し、喜びに震える。シナリオや演出だけではない、戦略的なシステムやストレスのない操作性、インターフェースに至る全てにおいて徹底的に突き詰めることで生まれるかつてない没入感。その情熱は国境を越え世界へと広がっていく。シリーズ最高の作品として胸を張って世に出せるものを作る。その全ては待ち望んだプレイヤーのために。あの日の僕らは命を懸けうるものがあると信じていた。それがどんな代償を払うものか知りもしないで。3月10日、僕たちは帝国領内を進撃していた。あの戦争こそが僕たちの青春だった。進撃を続ける彼らを待ち受ける帝国軍の反撃。奮い立て、勇敢なる兵士たち。このヨーロッパから腐りきった戦車どもを一掃するのだ。そして雪だ。吹雪の前兆なんてなかったはずだ。逃がしはしない。私は選ばれた証を見せる。現代に蘇った伝説バルキュリア。一刻も早くこの領域から離れるんだ。言っただろう、いい女は逃がさないってな。迎え撃つぞ。仲間たちに託された意志。俺を信じて任せてくれよ。みんないなくなるなんて、そんなの嫌だ。戦争に翻弄されながらも、僕は狂ってる。戦争という狂気に飲み込まれてしまった。全ては戦争を終わらせるために。これまでなのか。大切なものを守りたくて、自ら戦争と共にあった。極寒の地での戦いは熱い友情の物語だった。
生きてハーフェンに帰ろう。戦場のバルキュリア4。